それではシステムワークフロー検討作業部会の中で、その図書館システム整備班でこれまで検討してきた内容について、ざっとお話しするとともに、今回の図書館総合展での、ターゲットというか、こういう検討したいというののご説明をいたします。この班では2つ課題を持っていまして、図書館システムガイドラインの検討と、サービスプラットフォーム、主にアルマの統計ツールの検討という2点を行っています。2番目の方から先にちょっとお話しすると、アルマには、オラクル製のビジネスインテリジェンスツールというのがあって、それによってさまざまな統計、情報とかを収集分析することができるんですが、カウンターの情報を一つ取り上げて、このデータ可視化ツールなどを使って図書館の業務分析に活用できないかという点の検討を行っています。ただ今回の図書館総合展に関してはこの点にはあまり触れない予定で、どちらかというとその一番のガイドラインの検討の方が主になります。で、図書館システム自体は、どこの大学さんでも導入しておられると思うんですけれども、例えば予算の枯渇であったりとか、あるいは担当する人材の不足だったりとかっていう課題は、もう経年で、ずっと持ち続けている課題であり、なかなかその抜本的な解決策が見出せないという状況にあるかと思います。で、本学でも同様で、結局、図書館です。小さいので、専任の職員は置けず、兼務で担当しているというのが実情です。その結果というのもあれなんですけれども、単館で図書館システムを、調達運用するというのは、どこも大変であるというような課題があり、じゃあそれを解決するための一つの方法として、海外で、小規模、大規模、さまざまな図書館のコンソーシアムで、図書館のシステムを共同調達運用しているという実績はもうありますので、もう6年前ぐらいからですかね、このワークフロー作業部会で、調査を行ったりとか、システムの検証とかを行ってきたと。で、その結果を踏まえて、じゃあそれ日本にこの図書館システムの共同調達なんかを行う場合に、どのような要件が必要なのかっていうのを、具体化していこうというのが、このガイドラインという名称で今私たちがまとめている内容になります。で、ちょっと外側の話をすると、今年の5月でしたかね、文科省のオープンサイエンス時代における大学図書館の在り方について審議まとめという中で、おそらくこの手の政策ドキュメントの中で初めて、システムの共同運用に関しても、取り組むべき課題であるというふうに取り上げられているという、ちょっとタイムリーなこともありますので、今回ご参加いただく大学図書館の方々には、今までの図書館システムの導入方法ではないやり方が実現できるのではないか、それを一緒に考えたい、最終的にはみんなで一緒に導入しましょうっていうところまで、持っていきたいというのが、今回の図書館総合展の、メインの、我々の目的であるというふうに考えています。で、具体的には、ちょっと今日お見せする時間があるかどうか分からないんですけど、ガイドラインの中で、ガイドラインにも非常にさまざまな検討すべき要件があります。で、当然ちょっと時間的にはすべてを取り上げることができないので、今回は電子リソース管理、実現しつつあるものと、これから検討する必要がある、共同調達に関わる機能要件に絞って、ガイドラインの素案を参加者の方には事前に共有させていただいて、それをもとに、一つ一つ、それぞれの大学さんでどういうふうにお考えであるかとかいう、ご意見、コメントをいただいて、最終的にはそのガイドラインとして固めていきたいというふうに考えています。今回、その要件を2つだけに絞っているんですけど、それでも結構なボリュームがあるので、ちょっとど今回、私と片岡課長で想定している内容すべてできるかどうか分かりません。で、もしちょっと先送りになった場合、あるいは今回取り上げなかった要件に関しては、今後も継続的にこのユーザーのこのディスコードを使ってご意見を伺ったりとかしていきたいというふうに考えております。
なトピックだけ挙げると、まあ、システム全体のですね、要件、それからサポートコミュニティってどういうふうに運用する必要があるのか、あとはその外部システムの連携とかですね、あとそのこの共同調達運用っていうのがこう、まあ、全体として、どういう方向に向かっていくのかっていう、なんかキャッチフレーズみたいなのもあった方がいいのかなみたいな、まあ、そういったところも皆さんと考えていけたらいいのかなというふうに思っております。それに加えてですね、まあ、これから委員会の中で、検討しているデジタルコンテンツのですね、管理提供に関しても、まあ、オプション的にですね、こういった話題も考えていけるのかなというふうに思っています。以上です。次の時間に移りたいと思います。質問のある方は挙手か、カメラをオンにしてご発声いただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、足立です。どうもご説明ありがとうございました。非常にこれ重要な、当たり前ですけれども、内容になってくると思いますが、みんなに多分現実味がないのがこのテーマなんですよね。なぜならば本当にできるのばっかりがみんな多分ですね、先行してしまいますので、何かこうするとこの形がいいんだよ、あるいはこういう形がいいんだよ、そして実例として多分高等専門学校の例等々ですね、こういうところがやったからできたんだよっていうのを交えながら、なんかこう進めていただくと、ああ、そっか、僕らもできるんだ、私たちも参加できるんだよねというイメージができるのかなと思います。そういうと、ちょっと職場の研修でもこの話が出たときにですね、だって慶応と早稲田からできたんでしょみたいな空気が非常にあったんですよね。そうじゃないんだっていうところをですね、何かこう、ベストの形は分かりませんけれども、何か提示する手段がやっぱり必要なのかなというふうに思ってるところはあります。簡単ですが、足立の方からのコメントです。あありりががととううごござざいいまます。した。おっしゃる通り、その早慶であったりとか、あと高専とかっていうのは、まあ、それなりな背景があってできたという認識で、まあ、私もおります。で、海外の事例でいうと、まあ、国全体であったりとか、あるいはその地域に、こう寄って、導入したとかっていう、形があるんですけれども、まあ、それはそれとして、まあ、困ってるっていうこと自体には、多分他の大学さんも、思いは一緒のはずであり、じゃあそこで、協力していきましょうっていう、まあ、新たなスキームを我々としては提示したいと思ってまして、まあ、既存だからでき、特別だから自分たちにはできないっていう考え方自体を、多分ひっくり返していくようなお話ができると良いのではないかなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。全くその通りだと思います。何かそれが参加者にすごく刺さってくれると、あるいは日本全体の大学図書館に刺さっていただくと非常にいいですよね。ありがとうございます。続きまして、あわやさんにお願いいたします。はい、あわやです。ご説明ありがとうございました。多分この話題、すごく興味持って聞く方はたくさんいると思うんですよね。で、ただ図書館システム扱う範囲がとても広いので、まあ、結構みんな、なんだろう、その理想像はとってもいいと思うので、みんな共感する人は多いと思うんですけど、自分たちのやってることがどうなるのかみたいな、何か具体的に、ここがこういう変わりませんよとか、ここは変わるかもしれないですよとか、こんな風にみたいなのことを具体例を出してご説明いただくことはできそうですか、今の段階で。今やろうとしてたのが、まあ、その共同調達するシステムっていうのは、まあ、どういう要件を備えていったらいいかっていうのを、まあ、幅広い中からいくつかピックアップして話題いたしましょうっていうことだったんですけど、まあ、その一つ一つを見ていただく中で、あ、そういう機能共通的だよねとか、自分たちにはちょっと独自の取り組みがあって、ここはどうしたらいいんだろうとかですね、まあ、そういう取っかかりにはなるのかなっていうふうに考えてます。
で、最後、足立さんが言っていただいた実現可能性っていうのはちょっと、想定してなかったんですけど、ちょっと議論の中に入れていってもいいのかなというふうに、思い始めましたっていう状況です。何年後かには、まあ、何巻かだけでも集まってできそうだねみたいなのは見えているんでしょうか？電通代だけの話をさせていただくと、もう次のリプレイスって結構迫っていて、もう2年3年でも先っていうところであると、まあ、大変我々としては選択肢があっていいなと思うんですけど、まあ、現実その他の大学さんで、まあ、他 の, そのシステムに変えようって考えてますとか、まあ、実際それに向かって動いていますっていうところの動きはなかなかちょっと見えないので、まあ、もう少し先5年とか10年とかっていうスパンで、見ていく必要があるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、片岡さんいかがですか？そうですね、私たちが何か具体的なプロジェクトに関わっていれば、ありますとかないとか言えるんですけど、どちらかというと、まあ、その手前で、やっぱりその要求要件っていうのが一つのものにならないと一緒には共同できないので、そこをちょっと対話をするっていうところになるので、今こうやってるこの活動が、チャレンジになって、でそこがうまく実を結べばもうなんかすぐにそういう活動につながっていく可能性もあるし、時間をかけてなんだろう、そういう方向性が浸透していくっていう、まあ、どうなるかっていうのはまだこれから次第かなというふうには思ってます。